今日は SDGs の活動をしているというラグビーチームがあるということで、江戸川区の陸上競技場にやってきました。どんな活動をしているのか取材してみたいと思います。江戸川区にホームタウンを置くクボタスピアーズ船橋東京ベイ、 SDGs を推進する江戸川区と協力してさまざまな取り組みをしています。支え合う共生社会の実現を目標に掲げ、クボタスピアーズ船橋東京ベイでは児童たちの体力づくりやコミュニケーション力の向上を目的とした特別授業を江戸川区内の小中学校で行っています。じゃあみんなの上を通してくれるかな。ありがとうございます。素晴らしい。この人よりこっちにいないとあかんかもな。わかる？これベース行って斜めで走る。怖いね。これもらったら前だよ。前に真ん中に行く。投げた方に回って、じゃあスタート。ちょっと難しいところあると思うんですけど、まあでも元気に取り組んでくれてたんで、それが一番かなと思います。こういった形でやっぱラグビーを知ってもらうっていうのをもっと普及していかなきゃいけないのかなっていうのは、やっぱ選手としても感じますし、ラグビー楽しいなって言ってもらえるような、まあ、普及活動にしたいなと思ってます。この日も江戸川区陸上競技場で行われる試合の前に、 SDGs に関するさまざまな活動が行われました。会場には地元の中学生たちも訪れています。まずは SDGs は何なのかというところを知ってもらうために、こうしたカードを使いながら理解を深めてもらうという取り組みが行われています。これはクボタスピアーズ船橋東京ベイと SDGs のパートナーシップを結ぶ企業が、地元の子どもたちにカードゲームを通して SDGs のことを学んでもらおうと行われている取り組みです。経済、環境、社会をキーワードに、与えられたお金と時間を使ってプロジェクト活動を行い、最終的にゴールを達成するというものです。やると得られるもので、これ得られるものっていうのが、お金が10と時間が1とプロジェクトカードって、青いプロジェクトカード、別なカードをもらって、でさらに青い意思のカードっていうのをもらいます。今日は子どもたちが SDGs をゲームで学ぶということですが、はい、どうですか、ご覧になって。そうですね、やっぱり最初は自分の利益だけしか考えてなかったのが、広い視野で考えられるっていうふうに変わってきたところが良かったんじゃないかなと思います。興味は湧いてきたと思いますし、同じ江戸川区で、火災地区でこういうことがある、こういうことができるっていうのはとてもいいことだと思っております。ね、今日はなんか自分も改めて社会に関わっていることを知って、もうちょっとみんなのために何かしてみようかなって思いました。ただいろいろ教えてくださってることをこう体験型でできてるのはすごい分かりやすかったなって思いました。これから何か SDGs で取り組んでみたいことってありますか？あんまり大きいことは自分ではできないので、まあ、少しちょっとしたことでもなんかその無駄にしないかったりとか、そういう家族とかそういう知り合いの中でもちょっと調べて頑張っていきたいなって思いました。2021年10月クボタスピアーズ船橋東京ベイと江戸川区は SDGs 推進に係る連携と協力に関する協定を締結しました。クボタスピアーズ船橋東京ベイは江戸川区内に36カ所ある子ども食堂を運営する団体に食材を提供したり、ボランティアスタッフのお手伝いを始めました。これも SDGs の取り組みです。また江戸川区のクリーン活動にも選手たちは積極的に参加しています。やっぱ普段立ち入ることできない場所だったので、ゴミの量が違いましたね。みんなともチャンスが、参加するチャンスがあるならぜひ言ってほしいし、まあ、現状みたいなのを見てほしいなと思います。チームを応援している企業の皆さんがゴミ拾いをするということで、私も一緒に参加してみたいと思います。このクリーン活動はクボタスピアーズ船橋東京ベイ主催の試合前にも行われます。
参加するのはチームを応援する企業、ファンクラブ会員や地元の方々。クリーン活動の輪は確実に広がっています。こんにちは。こんにちは。今日はゴミ拾い参加してみていかがですか？ゴミ捨てないでほしい。どのぐらい拾えたかな？お、結構拾えたね。ラグビーは好きですか？うん、楽しい。どんなところが楽しいかな？トライすると、あ、トライした点数入ったって感じで楽しい。ウォータースピアーズ頑張れ。そうですね、普段なかなかね、仕事の関係だとね、みんながつながり合いですけれども、今日 SDGs っていう観点なので、まあ、こういったところでね、一つの目標に向かってやるっていうのはまた違ったなんか連帯感が出てきますし、今後になんかいろいろつながってくるのかなと思いますね。まあ、当社としてもなかなか SDGs それなりにやってるんですけど、その表現の仕方だとかいまいち、まあ、我々中小ですとね、できないことがいっぱいありますんで、まあ、そういう部分でクボタスピアーズさんに、まあ、引っ張っていってもらって、なんとか自社でもですね、まあ、もっともっと積極的にできればという部分で、まあ、久保田さんと、お付き合いをさせていただいているという感じですね。まあ、これからももっともっと応援できたらなというふうに思ってます。小物が、ペットボトルが、小物が、意外とこの奥に落ちているもんですね。毎回その、SDGs ステーションで、古着とか、まあ、今だとおもちゃの回収とか、あとゴミの分別とかをしてるんですけれども、ちょうどうちの今江戸学さんと組んでる事業としても、おもちゃとか、まあ、一部古着とかも回収させてもらって、そこがすごくシンクロしてるんですね。で、まあ、普通はスポーツチームとかそういう企業のチームって、まあ、そこまでやるかどうかっていうのは分かんないんですけれども、なんかそういう、こう地域の人たちに、まあ、貢献するのもそうだし、そういう SDGs っていうものに対するこう興味とか意識づけをするっていうのは、すごくいいことだと思いますね。クボタスピアーズ船橋東京ベイでは、日頃スポーツをする機会の少ない障害のある方々にラグビーを体験してもらったり、目の不自由な方の世界を理解してもらうブラインドラグビーの体験会を実施するなど、目標である支え合う共生社会の実現に近づくよう多様な取り組みをしています。本当にいい活動だと思って、またこういった機会があれば、まあ、参加したいと思います。こういう活動を通して地域の方々と交流できるのはとてもいいと思うので、これからどんどん積極的に参加していきたいと思います。クボタスピアーズ船橋東京ベイはパートナーシップを結ぶ各企業と江戸川区とともに、さまざまなアイデアを出し合いながら SDGs の取り組みを続けています。ゴミ拾いの様子も取材させていただきましたが、すごく地域との連携、密着しているんだなというふうに感じましたが、そのあたり何か意識されていることってありますか？そうですね、リーグワン の方向性も、まずは地域に密着したチーム作りっていう形で課せられているところがありまして、まずきっかけはそこからだったんですけども、自分たちもやってる中で、なんかね、日常になるような形で、チームが日常になっていくような形で運営をしていきたいなっていう、まあ、スタッフの思いもありまして、そういった形で、まあ、地道にやらせてもらっているところです。はい、それでは最後に、はい、今後の取り組みですとか、今後に向けた活動を教えてもらえますか？ SDGs に関して。はい、特に何ですかね、積極的っていうよりも自然に日常でできるようなことをやっていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。それでは応援してくれる人たちへのメッセージをお願いできますか？ぜひまずはこの江戸陸に来ていただきたいなと思ってます。はい、今日は久保田スピアーズさんの SDGs の取り組み取材してきました。普段から子ども食堂ですとか、また子どもから大人まで幅広い世代にラグビーを教えたり、ラグビーを知るきっかけになる活動をされているというところ、とっても素敵だなというふうに思いました。またゴミ拾いの様子も取材させていただきましたが、久保田スピアーズさんは地域との密着も大切にされているんだなと感じました。これからもラグビーの魅力を皆さんに伝えてもらいたいと思います。